はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトル方程式丸1をお送りします。で、タイトルが変わりましたね。ベクトル方程式で、今回は最初っていうこともあるんですけど、ポイントがっつりです。問題は3問だけなんですけど、ポイントの中で下に問題が2問足されて計5問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でね、ベクトルといろいろね、やってきましたけど、まずベクトル方程式です、今回は。で、今回、まず点 A、ここですね。1ベクトルで A ベクトルって表してありますけど、その点 A を通って、で、D ベクトル、これ青で書いてるんですね。この D ベクトル、0ベクトルではない D ベクトルに平行な直線を G とします。つまり、今 G っていう直線があるんですけど、D ベクトル、これは G と平行です。で、その時に直線 G の上に任意の点 P、どっかに P を取ると、G の上にね。そうすると、P ベクトルっていうのは、ほにゃららって表すことができます。で、これをベクトル方程式 t を媒介変数というと。だから t を使わなきゃいけないんですけど、これも暗記してください。この状態、p ベクトルっていうのは、a ベクトル、ここね。プラス t 倍の d ベクトル。つまり p ベクトルイコール a ベクトルプラス td ベクトルとなります。で、これをベクトル方程式。で、この t の部分ね、これは数字が入ったりするんですけど、それを t を媒介変数と言います。数字をやるとね。で、これどういう状態かっていうと、今、こうやって g があって、a と p が乗ってると。でね、結局、その a ベクトル、1ベクトルで書きましたけど、そこのどっかにある、今回ね、o って置きましたけど、どっかにある始点 o から始まる oa ベクトル、これが a ベクトルだろうね。1ベクトルだから、こうやって書くこともできるけど、で、結局 P ベクトルっていうのは、その OP ベクトル、この黒の部分ね。この部分を表したいと。で、ちょっと一番最初の方のベクトルに戻っていくと、OP、こう行くためには、OA に行って AP、こういうルートでたどれば、P にたどり着くことができるじゃんか。だから、A ベクトルプラス、で、この赤のここ、AP ベクトルが、これがね、TD ベクトルなんです、実は。だから結論としては A ベクトルプラス、こっからここまで行くのが TD ベクトルなんで、 A ベクトルプラス TD ベクトルが結局 P ベクトル、この部分ね、だったんだよと。で、 TD がどういうことかっていうと、 D ベクトル、これね、 A と G と平行になってるので、これとこれの長さが一致するかもちろんわからない、その保証はないですけど、ベクトルとして向きが同じになってるから、この D ベクトルに数字をかけて、例えば3倍なのか、2分の3倍なのか、5倍なのか、わかんないですよ、その倍率は。何かをかければ長さが変わるから、ベクトル掛け算すればね。長さが変わってこれに合わせることができる。つまり、D ベクトルの T 倍したものがこれになるから、TD ベクトルと置くことができます。で、今回問題にしてないんですけど、この D ベクトル、これのことを方向ベクトルと言います。方向ベクトルね。で、今そういう状態。これがベクトル方程式ね。で、これも覚えてほしいんですけど、もう一個。また、PXY、AX1Y1、で、D ベクトルが LM とすると、左のように表すことができると。で、この表し方、これをした状態を、直線 G の媒介変数表示と言います。で、個人的には、これ下の問題で使うんですけど、個人的にはこれ別に覚えなくてもいいですとか言ったら怒られるかもしれないけどね。これがあれば賄えるんで、これは忘れちゃダメです、これ。P ベクトルイコール A ベクトルプラス TD ベクトル。これ覚えてると早いんですけどね。でも覚えなくても解けるっていうのを下で紹介しますので、ひとまず、X は、X1 プラス、L だから、TL です。で、こっちが Y イコール Y1 プラス、TM となります。この条件の時にね。いいかな？あ、違う。これ間違えちゃった。TL じゃないね。これは LT って書いた方が正しかったな。よいし
LT と MT だね。で、それを使って下の問題やっていくと、次の点 A、まあ2個あるね、 A を通って D ベクトル、これがさっき言った青のとこね、方向ベクトルになってる直線の媒介変数表示、これね、この表示の仕方を媒介変数 T を用いて、まあ、T を使って求めようと。で、それだけじゃなくってもう一個、また T を消去した直線の方程式を求めようと、まあ、2つ書けたことなんだけど、で、これの解き方はですね、まあ、さっきも言ったように、これ暗記してればどうってことないです。ね、すぐ書けるし。で、t を消去する方法も教えるんですが、あのね、これ覚えておくじゃん。p ベクトルイコール a ベクトルプラス td ベクトル。で、それを使うとですね、で、今回ね、3行でしょ。ちょっとちっちゃくてごめんね。b ベクトルイコール a ベクトル。つまりこれね、a なんで。2のマイナス3。で、プラス td ベクトルなんで、プラス t に d ベクトル。こう書くことができる。この公式に今当てはめただけね。2つを。で、そうすると、結局ね、媒介変数表示が x イコールほにゃらら、y イコールほにゃら t を使ってね。で、書かなきゃいけないんだって、これは覚えてください。書き方として。この部分覚えてなくてもいいから。x イコール t を使ったもの、y イコール t を使ったものと。で、覚えてくれれば、媒介変数表示は、はい、これ下入って、あ、全然いけたよ。ごめん。ちょっともうちょっとじゃあ大きく書こう。って言って大きく書くと、はみ出すパターンだったりするかな。あ、大丈夫ね。で、結局ね、x っていうのは左側じゃん、ここ。だから、x イコール、ここ、2でしょ。で、t を配れば、マイナス t になるんで、2マイナス t なんです。で、y を同じように考えると、y 右側なんで、マイナス3。t 配ると 2t だから、プラス 2t と。こうなって、これが媒介変数表示。これ答えね。で、こうなります。で、この公式を使うと、今、x1 がここ2なの。で、L がマイナス1なの。だから結局代入すると2で L だから、マイナス1だからマイナス t ってなってこれに戻ってくるんですけど、一個一個、L がいくつだからって考えるよりも、こうやってやってしまって入れた方がシンプルかなとは思います。個人的にはね。で、もう一個 t をね、消去した直線の方程式を求めようっていうのは、この連立方程式から t を消してって言ってるだけです。で、これは、ここの t 消したいんで、係数合わせたいから上2倍します。マイナス2にしたいんで。そうすると、2x イコール 4-2t となります。で、下はそのまんま、y イコール -3 プラス 2t。で、これを足し算、t 消したいからね。足し算すると、2x プラス y。で、全部左辺に持ってきてほしいので、右辺が1なんだよね、足すと。だから持ってくるとマイナス1になるので、マイナス1イコール0です。まあ、ここの書き方は左辺に全部持ってこなくてもね、罰にはならないと思うんですが、個人的な好みです。これは俺のね。これが t を消去した直線の方程式。公式もあるんですけど、媒介変数表示出せればさ、消すだけなんで、とは思います。で、右側もね、同じようにやっていくと、まず p ベクトルイコール a ベクトルプラス t 倍の d ベクトルと、まあ、こうなるね。で、同じように書いていくと x イコール左側なんで1マイナス 2t ですね。 t 配るからね。で、 y が y イコール右側マイナス2プラス 3t とこうなります。で、これが媒介変数表示。いいかな？で、右側に計算していくと、t を消したいので結局、ここ、まあ6に揃えるのがいいね。上に3かけて、下に2をかけると。そうすると、3x イコール 3-6t。で、下が2かけるから、2y イコール -4 プラス 6t で足し算。すると
3x プラス 2y で右辺でマイナス1になるので持ってくるとプラス1イコール0、これ忘れないようにね、イコール0ね、これが t を最後右ウィッて曲がっちゃったね、上がっちゃいましたけど t をね消した直線の方程式となります。いいかな、ちょっとポイントも盛りだくさんでね、言葉も多いんですが、媒介変数表示とかこの辺ね、媒介変数とか問題にはしてないんですけど、この辺の言葉も一緒に覚えておいてください。では今回は高校数学数 B のベクトル方程式1についてお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回2ですね、今度は2つの点を通るやつをねやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。